皆さんこんにちは。今日はサンリオ購入品紹介です。とっても可愛い新作商品だったり、オタ活してる人にもおすすめしたい商品とかあるので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。今回いろいろ買ってたら8000円ぐらいお買い物をしてました。ちなみにプレミアムはクロミちゃんを選びました。こちら2つ目です。まず1つ目はこちらです。喫茶サンリオの商品を購入しました。今ね、池袋限定で喫茶サンリオのカフェがオープンされていると思うんですが、それにちなんだ商品ですね。これを目当てでサンリオに行ったんですけど、もうね、品薄で私は2点しか買えなくて、でもこちらのクリアファイルを購入できました。2枚セットになっているものなので開けてみます。1つ目はこちらのね、柄です。ちょっとレトロな感じがたまらないですね。このクロミちゃんがもう最高に可愛い。で、2つ目はこちらです。結構シンプルなデザインですね。で、裏も可愛くてこんな感じになってます。喫茶サンリオって入ってますね。レトロ感がたまらない商品ですね。もう一つ購入したのがこちらです。シークレットミニチュアマスコットです。何が出るかわかんないですけど、こちらのね、8種類の中からどれか1つ出ます。もう気になりすぎて開けちゃったんですよ。本当はね、動画で開けるのが一番いいと思うんですけど、もう我慢できなくて開けちゃいました。すみません。で、これはこの箱もね、組み立てるとこんな感じで背景みたいな感じになるみたいです。で、中はこちら、私はケロッピーが出ました。ケロッピーのクリームソーダです。コースターとかスプーンまでついてる細かいところまですごいですね。組み立ててみました。かわいい喫茶店の背景になってますね。箱もね、捨てずに済むのでいいですね。本当は全部集めたいくらいだったんですが、もう数個しかなかったので1点だけです。続いても新作商品から紹介します。こちらです。チェキオホルダーです。エンジョイアイドルシリーズのものですね。こちらはいろんなキャラクターが出ているんですが、私はクロミちゃんにしました。後ろからチェキとかカードとか入れてカバンとかにぶら下げられるホルダーなんですが、私は推しのカードを入れようかなって思います。で、続いてもエンジョイアイドルシリーズのものなんですが、こちらネームチャームです。推しの名前を貼ってオリジナルのネームチャームが作れるものが出ていました。で、これはシールとこのパーツがバラ売りになっていて、こんな感じでね、自分の名前とか、あと推しのね、名前とか入れてもいいと思います。これに使うね、シールとかパーツを購入しました。まずシールこちら、アルファベットを購入しました。ゴールドとシルバーと、あとこういうリボンとか王冠、キラキラハートのシールがついています。なのでアルファベットと組み合わせると
てもね可愛いと思います。とひらがなですね。私は今回ひらがなで作ろうかなと思います。とこの他にも数字のシールがあったんですが、私は買わなかったです。ぷくっとしたシールです。私が選んだキャラパーツはもちろんクロミちゃんです。こちらもとっても種類が豊富なので、好きなサンリオキャラクターが見つかると思います。はい、新作商品は以上です。あとはずっと気になっていたものを買いました。まずマスクスプレーです。ストラスミントの香り、清涼成分が入っているマスクスプレーを購入しました。香りってやっぱ大事なので、こういうのいいなと思います。ちょっと香り嗅いでみたんですが、本当にメントールが入ってるなんかスースーした香りです。ほのかにシトラスのすっきりとした香りですね。ポーチに入れられるサイズ感なのもいいなと思いました。そしてそしてこちらです。クロミちゃんの15センチ定規を購入しました。ここにねクロミちゃんの顔がついているのがたまらないですね。早速ペンケースに入れようと思います。続いて最後はこちらです。メゾンドフルールとクロミちゃんコラボのバッグチャームを購入しました。こちらもサンリオ行くたびに欲しいな欲しいなって思って迷ってたんですけど、5回ぐらい行ってもうやっともう買おうと思いました。このギンガムチェコの洋服も可愛いですよね。私はトートとかリュック持ってるので、それにねつけようかなと思います。購入品はこちらで以上です。